第二次世界大戦の北アフリカ戦線の流れを知ることができる映画を紹介。1940年にイタリア軍がエジプトに侵攻したことから始まった北アフリカ戦線。その後ドイツ軍も加わり、連合軍との激しい戦いが行われました。ここでは砂漠の地で行われた過酷な北アフリカ戦線を描いた映画を時系列に沿って紹介していきたいと思います。1941年の出来事を描いたのは2008年に公開された戦場の黙示録です。この作品は1941年の秋にトブルクに駐留したチェコスロバキア兵の物語を描いた作品です。エジプトにある連合軍義勇兵の訓練キャンプ場で厳しい訓練を行った兵士たちは、その後激しい戦いが行われていたリビアのトブルクへ送られます。当時トブルクはイタリア軍とドイツ軍に包囲されている状態でした。塹壕が掘られた最前線でイタリア軍と戦う義勇兵のチェコスロバキア兵士たちを待っていたのは、激しい戦いだけではなく砂漠特有の砂も彼らを苦しめます。爆撃で舞い上がる砂ぼこりは想像を絶するもので、兵士たちは常に砂まみれの状態です。さらにその砂は武器の中にも入り込んでしまいます。そんな厳しい戦場に置かれた兵士の心情を淡々と描いているのがこの戦場の黙示録です。続いて1942年の出来事を描いた映画を紹介します。まず最初に紹介するのは1943年にアメリカで公開されたサハラ戦車隊です。こちらの作品は1942年6月に北アフリカ戦線に合流したアメリカ軍の戦車分遣隊の物語ですけれども、映画はこのアメリカ軍をはじめとする連合軍に退去命令が出たところから始まります。命令を受けた彼らは南へ撤退するんですけれども、途中でドイツ軍の兵士を捕まえます。この時アメリカ兵を見たドイツ兵は驚いていました。なぜならちょうどこの頃北アフリカ戦線へのアメリカ軍の参加が決定した頃でした。このドイツ兵はアメリカ兵が参加することを知らなかったようです。で、一方そのドイツ兵が持っていた手紙から連合軍の兵士たちはトブルクが陥落したことを知らされます。先ほど紹介した戦場の黙示録で描かれたトブルクの戦いは、1941年の11月にはイギリス軍側が敵軍を撤退させることに成功していたんですけれども、ロンメル元帥率いるドイツ軍の猛攻撃によって1942年6月にトブルクは陥落してしまいました。このサハラ戦車隊で描かれている連合軍側の兵士たちはトブルクが陥落したことを知らなかったので、かなり驚いている様子でした。ただこの映画のラストでは、主人公のアメリカ軍の軍曹はエル・アラメインの戦いでイギリス軍が勝利したことを知らされます。で、それは1942年11月の出来事なんですけれども、そのエル・アラメインの戦いの直後から始まるのがアメリカで1973年に放送されたテレビ映画戦闘機対戦車です。で、先ほど言ったようにこの作品は1942年11月エル・アラメインの戦いでイギリス軍が勝利した直後から始まるんですけれども、無線機からはロンメル率いるドイツ軍が西へ撤退したという情報が聞こえてきていました。で、この戦いでロンメルは多数の地雷を埋め地雷原を作っていたんですけれども、この地雷原を見つけて爆破する命令を受けたアメリカ軍のパイロットの物語が戦闘機対戦車でした。で、最後に紹介するのは1943年の出来事に触れている映画で、それは1970年に公開されたパットン大戦車軍団です。で、こちらの作品は1943年の2月のチュニジアの戦いから始まります。先ほどのエル・アラメインの戦いで一度は後退したロンメル率いるドイツ軍でしたけれども、その後チュニジアに向かい再び連合軍と激しい戦いを繰り広げることになります。で、パットン大戦車軍団の冒頭はそのチュニジアのカセリーヌ峠の戦いでアメリカ軍が負けたところから始まります。この戦いは北アフリカで初めてのドイツ軍とアメリカ軍の戦いでしたが、アメリカ軍はロンメル率いるドイツ軍に大敗を喫してしまいました。で、その後アメリカ軍を立て直すためにチュニジアに移動してきたのがパットン将軍でした。また劇中でロンメル元帥は喜ぶドイツ兵にイギリスのモンゴメリーを忘れるなと言っていますけれども、ドイツ軍が撤退することになったエル・アラメインの戦いを率いていたのがイギリスのモンゴメリー将軍でした。で、そのモンゴメリー将軍率いるイギリス軍を援護したのがパットン将軍率いるアメリカ軍で、
2人の名将の活躍によって最終的に連合軍は北アフリカ戦線で勝利を収めることになります。このパットン大戦車軍団は北アフリカ戦線だけではなく、その後のノルマンディ上陸作戦など第二次世界大戦が終戦を迎えるまでを描いた作品ですけれども、前半の3分の1は今回取り上げた北アフリカ戦線での戦いが描かれています。ということで今回は1940年から43年まで続いた北アフリカ戦線の流れがわかる映画を時系列で4本紹介しました。1941年を描いた戦場の目視録、1942年を描いたサハラ戦車隊と戦闘機対戦車、そして1943年の様子を描いたパットン大戦車軍団の4本になります。その中でも特にサハラ戦車隊と戦闘機対戦車は状況が続いている流れになっているので、この2つの作品を続けてみると当時の戦況を理解しやすいと思います。なので今回取り上げた4本の映画を、紹介した順番通りに見ると北アフリカ戦線の流れを知ることができるんですけれども、それだけではなく砂漠での戦いがいかに過酷だったか、で彼らは敵だけではなく暑さという自然とも戦わなければいけなかったということを感じることができるんじゃないかなと思います。ということで今回は第二次世界大戦の北アフリカ戦線の流れを知ることができる映画を4本紹介しました。